そってこと全部ってやられてもちょっと空間作って手入れたら抜けるんですけど、でその後こっちちょうどまだ片手入っててもこっちここのつぼ、なになにこれちょっとよくわかんない、すごい骨ここの骨をここでグリグリする。もう一回見せててください、ゆっくり。今カメラも、うん、後ろ気をつけてね、後ろ気をつけて。あ、はいはい、完全に掴まれてて、はい、でただ立ってるとできないんですけど、ちょっと丸というか空間作ったらでが抜けてくれるんですけど、ここの骨の部分と自分のこの骨、はい、ここを合わせるような、あで、あとはもう両手掴まれたらシンナーかけて少し打撃すると、まあ、両手掴まれて反応されてここも取られちゃったってなった後に体入れてやっぱりちょっとついて取らせるというか、もう突きながら開くぐらいの感覚でやって避けてくれた方が一回四角作れるっていうので、こっちの方がやりやすかった。相手の四角を奪ってしまうという、まあ、見えなくなるということね、はい、なるほど。技術を習得してもらうのも大事ではあるんですけど、その技術、まあ、例えば掴まれたっていうので練習をするんであれば、その中で、今掴まれてる感覚っていうのがその20倍30倍になってもっと怖いのと、もっと強く感じる、掴まれてる感覚が力が強く感じるっていうのも含めて、この今を想定しないで今よりもっと怖いというか危険な部分と強いとかっていうのを全部想定してもらうっていうマインドの部分のイメージ、そこをちょっとメインでっていうのはイメージさせてはいるんですけど、どんなに技術があっても一回固まったらもう無理で、力が入るともう抜けないので、天行軒中国武術館でただ一人の女性指導員石川麻里さん、身の危険を感じた時に武術の技は使えるのでしょうか。実際に掴まれたらできるかどうかってやっぱり考えますね。考えますね。私が経験した後ろから後つけられるっていう感覚で、あの時の恐怖心を考えると全然できないと思ってます。で夜歩いてる時とかにやっぱそこはあれですね、分かれ道というか二股に分かれた道を、本当はここに行きたいだけど一回道変えてこっちに行ってみよう、それでもついてくるなら多分本当に追ってきてるんだはず、でもなんか雰囲気が違くって、で武術習ってるはずなのにそれも頭から一回飛ぶんですよね、多分恐怖っていうところに勝てないから。だからそれに負けて結局体が固まるってことは、どんだけ武術をやっててもそれをどれだけ本当に起きるものとして捉えてるかによって全然感覚は違くって、だからその時に初めて、あ、武術をただやってるだけだったらなんかなんだろう、体操と一緒だなみたいな感覚になった感覚がすごく強かったとか、手をつかまれたらとか結構そういったのもあるんですけど、もうそういうものも全て飛んでいく感じだったのでだからその辺が結構、あ、どんなにやってても結局、まあ、よく館長が言うのは、これを結局練習だと思ってやってたらとか、スポンジだから当たっても大丈夫ってやってたら変わらないよっていう、何も身にならないよって言われてるのをもうその時に実感して、たまたまその人が、まあ、追っかけてくれてた人がカバンに手を突っ込んで何か持ってる感じだったんですよ。だからナイフ持ってたらどうしようかな、でも本当はここの道行きたくなくてもう一つの道に行きたかったの、わざとこっちに来たからと思ったので、振り返ってしまおうと思って、私が怖がって逃げてくれるのを想定して、さらに力が強くなるというか、襲ってやるぞっていう気持ちが強くなるのが嫌だったから、だったらなんか怖がってこうちっちゃくなっていく私じゃなくて、そのまんまの私で振り向こうと思って振り返って、相手がわって言って逃げていってくれたんですけど、だから想定外だったのかなと思って、意外にその時は振り返った時ガンとニラ見つけたりとかしたんですか。あ、ではないただパッてただ振り返っただけです。なんか道を間違えた的な感覚で戻ろうみたいな、あって戻ろうっていう感覚でわざと戻って、ただこれでナイフ出されたら左手ぐらいはなくなっても大丈夫なのかなみたいな感覚でもう向かおうかなみたいなその時はそんな感じだったので、そこからやっぱり感覚がすごく変わっていって、ここでの練習の時の感覚というか
からそもそもなんか恐怖ってなんだろうとか平常心ってなんだろうとかで普段の練習の中で男の人とやっぱ組み手というかやるときに男性やっぱ怖いんですよ、パワーが強いからですね。でなんていうのかな、力が強い怖さ以外にも女性より力がある筋力があるっていうところの、まあ、フィジカル的な感覚だというかそういったのも全部含めて怖いっていう感覚があって、別の感覚で例えたら、まあ、私が大人ですってなった時に子供相手にする時に子供ってちっちゃいから私の視野から子供って全身見えるんですよ。でそしたらちょっとなんかやってる時になんか子供の頭ポンポンって叩いてあげるみたいなとかってやるんですけど、この実際男性と組み手する時に私の全身頭のてっぺんから足の先まで見えてるよって言いながらポンポンって頭を触られることがあって、それってその私が子供を見てる感覚を男の人が私をそう見てるんだなって思った時に、だから子供って多分大人は怖がってるんですけどその感覚でこうなんていうのかな、私たちはこの男性を怖がってるのかなって思ったら、そういったのが全部また面白くって、じゃあそれを感じた時にじゃあ私が子供に対してその恐怖を与えないようにしたいなとか、で男性から感じる恐怖っていうのって日常生活の中社会にもいっぱい転がってるなとかって思ったら、それをどうやって対応していくかながなんか女性でいう誤信になるのかなと思って、でこのパターンで戻るんですよ。で今、瞬間的にやったのが完全に締められると落とされてしまうので少し首をこう顎を締めることで、あの、はい、あの数秒間でも時間を稼ぐってことですね。で、はい、これあのチャンスとしては相手のこの手の空間がありますので、はい、いろいろあると思います。今は喉をついてますね。空間は、はいはい、喉をついてますね、はい、あるいは、まあ、こう腕を伸ばして締めるぐーっと近づいて締める、まあ、こういうのも危ないですけどその場合は、はい、彼女は、うん、例えばどう反応するか、はい、近いですよね。今目をいってますね。目をいってます。はい、目いってますね。あるいはこの耳もいきますね。耳、はい、耳いって目でもいいし、そして相手をこう離すと、はい、蹴って離すと、はい、やはりその日々の稽古というのがもしかしたらこういうことが起きるんじゃないかと、起きたらこうできるんじゃないかとか、そういう想像力をこう養うような側面もありますかや、うん、そうですね、まあ、私の場合一度体験したこともあるのも多分合わせてだと思うんですけど、その状態を思い出しながらというか、うん、っていう部分もやっぱりあるので、それだけその今まで経験したことない恐怖心っていうのって絶対経験しないとわからない部分があるから、うん、それを想像しろと言われても多分想像がまずできないと思うんですよね。なのでそれをどこまで広げられるかっていうのでマインドの持ち方というかっていうのをやっぱり養わないといけないというか、それでしか養えない部分が多少あるのかなっていうのは私の中ではちょっと大きいポイントになってますね。なるほど。本当に、まあ、危険な目に遭う可能性っていうのは絶対ないって思いたいが強いと思うので、でもその感覚を、まあ、1ヶ月に1回でもふとした瞬間にでも一人で歩く時だけでもいいので襲われるかもしれないっていう、このかもしれない思うだけでも全然変わると思うので、そういったのを、まあ、この動画をきっかけに少しでもあちょっとイメージしてみようかな、考えてみようかなって思えたらいいかなと思ってます。身の危険を感じた時に武術は使えるのか。